これは。本当にここが敵の住処なんだ。いた、葵よ。 Hey, okay, she's okay. I thought she's gonna be like the first casualty or something. 葵さん、やべえ、マジで捕まってる。What the line is this for this reaction? Are you supposed to say he's still alive? Walk するな、二人とも。クネモンの闘志を見習え。無事なのか。くそ、ここからじゃわからない。早く助け出さないと。でもどうすれば。何ぼーっとしてるのよ。行くわよ。あ、待って、ラブラモン、一人で行っちゃ。やるしかないな。みんな行くぞ。I hope that I train well because I have no idea how hard it can be. 改めて向き合うと、でかいし強そうだ。でも待てよ、どんなにでかくても雲だよな。タクマン、教室で手に入れたあれ使えるかもしれない。あれか、アルコールランプ。 So these are actually important items for you.I'm curious if I didn't find it or go out my way to ask you. Don't tell me you're just gonna try that. Akumon, 火をつけてくれ。 Baby Flame!Yeah!
Well, I guess that was easy. やった、どんどん燃え広がってるぞ。このまま倒しきれるか。Okay, do we just make him angry? て、そうは都合よくいかないな。でも、いいぞ、敵は弱ってる。We only do, really? Okay. Oh, well, we have the healer. Can I have a little look at the spider? Okay, I guess we're gonna take. Oh, there are a lot of spiders. Okay, bias. Ooh, a box. And I think we have to save her? No, I think we are elite. Oh, hello, what is this?
僕の番だね。私の番ね。僕も手伝うよ。手当てしてあげるわ。うりゃ。アグモン、ラブラモン、大丈夫か？ダフマ、僕、動けないよ。Things are getting worse. Although at night I notice, when we see humans gonna be continuing doing the battles, I kinda thought that the humans gonna be part of the battle too in some way. I mean, they kinda is, but I'm not gonna use the principwhat is called now. I mean, this is barely the start of the game. Yeah, I say start of the game, consider that I have like 4 hours of footage already. 怖くない。怖くない。なんだ怒ってるのか。まずいよタクマ、あいつ仲間を呼んでる。仲間がいるのか。マジかよ、一匹でもこの迫力だってのに。タクマしっかりして。ここで終わっていいの？これまで頑張ってきたのに全部おしまいでいいの？なの、いいわけがない。こんなところで終わっていいはずがない。僕だけじゃない、みんなの命もかかってるんだ。こんなところで終わらせちゃいけない。捕まってる仲間を
絶対、絶対に助ける。葵さんを助けたい思いはみんな同じだ。僕たちも精一杯、できる限りの力を出すんだ。行くぞ、アグモン。うん、絶対に助けてあげる。そんなタクマの気持ちが僕を、僕を。どうしたんだ、アグモン。様子が。こんなにピンチなのに、力がみなぎってきたかも。Let's see what we get.This guy?出てね、タクマ。おいら、頑張るよ。 Okay, tomorrow's gonna be for Greymon. このティラノモンがね。ティラノモン?の番だね。やおお、だとあって。おへんの。おや、I think about this island is that.Evolution is gonna cost HP. オイラの番だね。私も手伝うわ。オイラの番だね。私も手伝うわ。
屋の番だね。手強い敵だったな。よく頑張ってくれたよ、ハグモン。それにラブラモンも。葵を助けるためだもん。これ式のこと平気よ。場合じゃなかった。葵さん、大丈夫か？おい、これもうダメなんじゃ。Bite your tongue now. This is too early for Kazuma, please. うるせえ、ごちゃごちゃ言ってねえで、寮も手伝え。待っていろ。葵、大丈夫？ラブラも助けてくれたのね。ありがとう。あなたに助けてもらったのはこれで二度目ね。私だって葵に助けてもらったんだもの。それにタクマ、アグモン、一緒に戦ってくれてありがとう。タクマくん、私を助けてくれたのね。こんな怖いものに立ち向かって本当にありがとう。タクマくんってとっても頼りになるのね。いや、僕だけじゃないよ。ラブラモンだってアグモンだって助けてくれたんだ。ほんとアグモンもすごかったわ。急にものすごいパワーアップしちゃって。ああ、それなんだけど、姿が変わったのはこれで二度目だよね。
それってどうなってるんだ？全然わかんない。まるで変身って感じだな。ううん、それよりも進化って感じかしら。過酷な環境変化に適応するため、つまりさっきの戦いのためだけど。進化か。アグモン、どうやって進化したんだ？ Yep, he was the power of friendship. さあ、僕もよくわからない。でも、一つだけわかったことは、タクマの強い思いが僕の中に流れ込んできたんだ。タクマの気持ちに応えたい。そう思ったら、さっき進化したんだ。つまり、強い思いがあれば進化するってことか。要は、心の絆があること、パートナーってことね。パートナー、それ、なんかいいね。しかし、心の絆か。原理はわからないけど、ちょっと思い当たるな。さて、引き上げるか。みんなも疲れてるだろうし。ほんとだよ。ちょっと落ち着けるとこに行こうぜ。てと、あのでかい雲の怪物は倒したし。雲の巣も全部消えちゃったよ。自然に消えるなんておかしいわよね。やっぱり怪物が出したものは普通じゃないのかしら。怪物、毒グモンのこともそうだけど、この校舎もおかしいよね。校舎どころじゃねえよ。外の地形も変わってるってありえねえじゃん。一体ここはどこなんだよ。タグマ、僕もクタクタだよ。私もよ。Okay, I guess this is gonna be the end for this chapter soon, maybe. And I have to start editing the first episode. And I think I'm gonna make this episode a little longer. But the thing about my recording, I don't know why. When I tried last time with the VN and the wave, I have so many problems of crashing. So I'm gonna make it 40 hours or less. Not 40 hours, 40 minutes.気になることはあるだろうが、今日はひとまず休まないか。そうだね。みんな、今日は休もう。え、ここで休むのか？私も気になるけど、今日は大変だったし、もう疲れて動けないわ。そうよ、ちょっとは気を使いなさいよ。それに夜に外へ出るのは危険だ。毒グモンのような奴らが他にいないとも限らんしな。そっか、他に行くあてもないし、気乗りはしないけど、今晩はここに泊まるしかないか。冗談じゃねえ。
幽霊もいるんだろ。こんなところで寝られるか。じゃあどこで寝るつもりなんだよ。それは、とにかく今日はいろいろあったしな。心も体もクタクタだ。心っていうか脳みそっていうか、一体何がどうしてこうなったんだか。私にはまだこれが現実だなんて信じられないわ。信じる信じないはナンセンスですよ。だって現実に俺たちの目の前で起きてるんだし。でも正直わからないことだらけなんだ。今はまだ頭の中の整理もつかないよ。そうだ、リョウはどう思う？ How about we just rest and end the chapter days?うるせえ。お前ら仲良しグループで勝手にやってろ。どうせ俺なんて。まったく。さてと、明日のことは明日考えようぜ。とにかく疲れも溜まってるしな。ええ、今晩はここで体を休めましょう。休まるわけねえだろ。だってみたんだろ。お前らだって あの幽霊。私はすぐ雲のお化けに捕まったから見てないけど、幽霊なんてあの雲のお化けの糸か何かを見間違えただけじゃないかしら。そうだよね、そこら中に蜘蛛の巣だらけだったもの。お化けじゃなくて毒蜘蛛って、やっぱ雲のお化けみたいじゃん。そうだな、幽霊の正体見たりなんとやらってやつかな。正直俺もビビりすぎてたかな。そのことなんだけど。Don't tell me they'll be behind me again. なんだよ、リョウ。急にビクビクしちゃって。言いたいことあるならはっきり言ってみろよ先輩。おいおい、あんま調子に乗るなって。いくら量が弱気になってるからって。違う、そこ後ろ。Don't scare me like that. When did you come out?